トレートエニアグラム二等兵の友人やです。隊長でございます。今日は成長するためのワークシリーズタイプ9。同じようにカレン・ウェブさん、鈴木秀子さん役の9つの性格タイプが分かるから進めたいと思います。タイプ9、調和と平和を願う人なんて書かれています。温かい人柄で感じが良くて優しい、寛大、世話好き、争いを好まない、話好き、平和で穏やかな心地よい生活を好み、人に合わせることが好きなんて書かれています。でただ優先順位をつけることが苦手っていうのは多分他人の希望に合わせようとするからで、時には他人の言葉遣いやアクセント、ボディーランゲージまでなんか似てくることがあると、ずっと一緒にいるとなんて書かれています。タイプ9は普段は活動的で、趣味も多彩だと。で人と一緒にいるのが好きで、他人のために何でもしてあげられると思っている。かつ、なんでその人とずっと一緒にいて、一緒になんか同化するなんてよく言われるんですけども、なのでいろんな人の意見が分かる、物事をあらゆる角度から見て、全部が分かる、そうだって思う、思います。よくここのやり取りでも、私はどちらかというとその一面的というか、間違ってる俺がって思うんですけど、隊長はその対立した方の言ってることもそうだよねとか、わかります。なんで僕の味方してくれないんですかみたいなところはあるんですけども、そのタイプ9、良い状態の時はそのもう本当そのままなんですけども、温和で懐が深くて偏見がなくて寛大な気持ちですと。でバランス感覚がいいので、人をまとめることができる。よく調停者なんて言われることもあるんですけど、ただ悪くなってくると優柔不断で批判的で冷淡で、悪いのは全て世間のせいだと思いたがって不満を言ったり、消極的に反抗したりする。積極的に反抗じゃなくて消極的に反抗っていうのはよく隊長がおっしゃる、バツッと切ってとかやらないって反抗みたいな、わーって出るんじゃなくて、バーンと壁を作っても侵略されないみたいなで、やらないっていうところですよ。タイプ9のとらわれ、よくその怠惰とか物臭なんてここには書いてあるんですけど、タイプ9はなんでその温和なタイプなのか、その怒りを表すことができない。だから表面的に怒りを出すことはないんですね。苦手。多分抑えてるんだと思うんですよ。多分無意識のレベルですよね。ごめんなさい。怒りが無意識のレベルっていうのはちょっと僕にはだから普段はなんでこんなことで起こるんだろうってずっと思ってます。みんなそんな自分ではそんな怒らないしみたいな感じで、多分怒ってるのをこう封じ込める。なるほど。僕の中でなんでみんなそんな怒ってるんだろうの言い方も、僕の場合だと多分なんでそんなに怒ってるんだろうってちょっともう、怒りが湧いてくるんですよね。そういうのもないんですね。怒りに対して理解できないみたいな感覚。なるほど。っていうのも多分それも全部怒らないっていうのは怠惰だ。なんていう表現もされています。要はそういう感情すら面倒くさいなんていうのもとらわれの一つですと。でそういうのは何て言うんでしょう、その立場をはっきりさせなければならないっていう時でも出さないっていうのは、そのタイプ6の悪い面、安全を求めて慎重に行動する人の悪い面が出てきてますよと。こんなことを言ったらとかっていうことなのかもしれないです。要はそのよく隊長がおっしゃるのは葛藤を避けるなんておっしゃるじゃないですか。多分その葛藤を避けるっていうのがより出さなければならない時でも葛藤を避けたいが勝ってくるんですかね。人との葛藤ですよね。っていうタイプ級の方が成長するために心がけることとして1、今日一番大切なことは何かということを考えてみる訓練を始めなさい。次にそれがうまくやれたかどうかを振り返ってみよう。1、怒りを含めてあなたが感情に触れ、それを表現できるチャンスのあるグループに参加しなさい。1、注意が散漫になったり、何かにこだわりすぎている自分に気づいたら、隠れている感情があるはずなので、それを引き出し、向き合う努力をしなさい。1、自分を過小評価して、他人があなたより重要な存在で、頭もいいものだと考えることをやめなさい。1、賛成か反対か、あなた自身で決めなさい。他人の意見に影響されないで、自分の考えを見つけなさい。1、時々あなたの意識が体から離れて、どこかに行ってしまっていることに気づきなさい。あなたにとって重要なものは何なのか、自分に聞いてみる時間を作りなさい。1、目標を設定して、時間をはっきり限定し、行動計画を作ること。その計画に必要なものをリストアップしなさい。1、問題が起きた時に、他人のせいにして責任逃れをしていることに気づきなさい。1、あなたが頑固な人で消極的な抵抗をしていることを理解しなさい。気に入らないことがあれば、はっきりと相手に伝える努力をすること。1、あなたの怒りと消極的な攻撃性を使って、あなたが見過ごしている大切なものを見つめなさい。怒りがどこから来たのかという大事な点を考えてみよう。1、うっせきしているものを吐き出すように、怒りを表している自分を想像してみなさい。そしてできるだけその場その場でそれを表すように努力しなさい。1、何かが変わることを不愉快だと思ってはいけない。とにかく変化を受け止めること。1、演技をしていたり思いつきであったりするように感じるかもしれないが、立場をはっきりさせる訓練をしなさい。1、これからは責任を負わされそうになったらノーと言いなさい。でございますと、はい、ピンとくるところは、あーって思ったところって何かありますか？あーって思った、なんか結構自分で意識してるなっていう部分はありますね。こう優先順位つけましょうとかっていうのは、もともと優先順位つけるのが苦手だなっていう感覚がある、はい、からなるべくつけようとするけど、そこも結構破ったりはするみたいな。なるほど。やりたいこと先にやっちゃうみたいなところがあるんで、いかんなとか思いながら、いかんなって名古屋弁ですかね。いかんなでいいと思います。いいですかね。はい。で思いつつ、いろいろ。なるほど。やっぱりそれは楽観タイプの面が出ている。要は、苦しいものは蓋をするってよく楽観タイプの時に言うんですけども、それが出るから、じゃあ好きなことを先にやってしまうっていうのが出る。そうですね。多分、蓋をしても大丈夫だろうっていう思いが出てきちゃう。はい。だから多分、不安な人とかだったら、不安じゃないですか、多分。蓋をして後回しに。先にやるタイプです、不安なことを。はい、だけど、やりたいことができたときに、蓋ができてしまう楽観の特徴みたいなのもあるかもしれないですね。なるほど。あと、思ったのは、やっぱり、思ってはいるんだなっていう。怒りとか。そう、これ怒りっていっぱい出てくるから、やっぱり怒りいっぱいあるんだなって思いました、ね。はい。なんで、思ったのは、いや、ちっちゃい時に出してくれれば、解消できるじゃんっていうことなのかなと思ったんですね。大きくドーンってされると、もう、無理です、それされたら、みたいな。で、その場その場で解決していきましょうねっていうことが書かれているのかなと。あと要は葛藤を避けるから、多分タイプ9って全部、いいですよって言っちゃう。そう、全部いいですよって言ってしまうからノーって言いましょうってことですね。はい。なんでノーなのか、いいですよっていう、なんか条件付きでイエス、条件を出してくれれば、無条件のイエスじゃなくて、条件付きのイエスをくれれば、なんかじゃあって話がしていけるのに、いいですよでこうやって持ってかれると、いいんだって思って、こっちも安心して、次から次に行ってしまうから、僕今ちょっと心配になってます。大丈夫かこの動画って。この動画っていうのは、動画を撮り始めてもう1年、もうすぐ2年になるのかな。結構なんか私がわーって言って、やりましょうって言って、これやりましょうって、いいですよって言って、やってくれてるこのいいですよはいいですよなのかっていう、このいいですよはいいですよですよ。あ、よかったです、うんうん、っていうのがタイプ6的にちょっと不安になってきた、これを読んでいると、うん、で、これはまあやるだけなんでそんなに、はい、あ、そのネタはみたいなのがあればあるかもしれないですけど、そういうのじゃなければまあ特に。で、多分タイプ9的には作業の方だと思うんですよね。なるほど、うん、作業が例えば動画の編集が大量にこう、はいはい、溜まってきたりすると多分ストレスが溜まってくるから、その時にこの編集もお願いしますみたいな感じだとイラッと感じてるかもね。イラッとっていうか、まあ、イラッと感じても多分瞬間的に蓋をしてるんで、はい、多分感じてないんですけど、たまりにたまってきて処理できないレベルになってくると、まあ、無理ってなったりするのかな。なるほど、うん、でもそれはもう、うん、タイプ9の人、うん、ちょっとずつでもいいから、うん、その時に言ってと、うんうん、その場その場で言いましょうってありましたよね。うっせきしているものをドカーンって吐き出すより、うんうんうん、できるだけその場その場で表していこうって言ってもいいんですよって話ですかね。うんうん、あとはまあ賛成か反対かあなた自身で決めなさいっていうのは、これタイプ6の私も分かりましたって思いました。うん、タイプ6的にはその場の空気を読んで、うん、場の空気の賛成で賛成ってなるんですけど、タイプ9はまた多分違うんですよね。多分タイプ9も同じような感じですよね。ただその元がこう、なるべく揉め事にならないような、そうなんですよね。うん、という感じ。どっちでもいいんですもんね、タイプ9は。タイプ9は多分どっちの意見も分かっちゃうから賛成でもあるし、うん、反対でもあるし、うんうん、だからこの部分のここはいいけどこっちの意見のはここはいいよねみたいなことをこう分かっちゃうんですよね、思ってたりするんで、どっちも100点なんですよね。そうそうそう、まあ、どっちも100点なのかどっちも50点なのか分かんないですけど、はい、多分他のタイプだとそういう場合って多分どっちかだと思うんですね。うん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 、どっちかだこの案は例えばこの案とこの案で A と B で分かれたとしたら、はい、A の案はここがいいよねみたいな、はい、B の案はここがいいよねっていう感じじゃないですか、はい、でどっちがいいかって言ったら、まあ、どっちでもいいんじゃないのってなってしまう。でそれはあなた自身で決めなさいと、うんうんうん、人の意見じゃなくてっていう、うんうんうん、あとは目標を設定して行動計画を作るとかっていうのは、うんうん、これは結構タイプ9は行き当たりばったりなんですか。行き当たりばったりな感じが多い。その日が楽しければみたいな。ごめんなさい、ちょっと今私はバカにしましたかね。今小バカにした感じでしたかね。苦手だっていうのは多分、まあ、僕が思ってるから他の人も思ってるって思ったんですけど、そうじゃない可能性はありますけど。どうぞどうぞ。僕はこう目標を設定して、はい、なんか計画的に物事を進めなければいけないなって思ってる。はいはいはい、あ、なるほど、うん、っていうのと同時にそれが自分には苦手だなって思う意識があるからやってる。そう、あっていうのはやっぱりこのタイプ9 の、うん、統合の矛がタイプ3、うんうん、だからそれを計画を立てて進む人はい、でそれをエニアグラムを知ったからなのか、はい、その前からなのか、意識的なのか、意識的なのか、はい、意識的にやってるんですね。意識的にやってる感じですね、はい、だから計画をだいたいエニアグラムじゃなくても、はい、成功の法則とかっていうとなんか目標を立てて計画を立ててやれみたいな、実際目標を立ててって言いますよね。そうそう、はい、っていうのがあるので多分その辺はこう昔から意識してるのかなっていうのはありますけど、ただ気を抜くとすぐこうまあいっかって、はい、こっちのこれやりたいからこっち先にやっちゃおうみたいなっていうことになりがちだから、うんうんうん、計画をちゃんと立てましょう。そうそう、だから計画でその計画も意識してないとまあいいや、まあいいやが出てくる。そう、まあいいか後回してって思っちゃうんで、意識です。蓋開けて蓋開けてって。そうそうあとはまあこれからは責任を負わされそうになったらノーと言いなさいっていうのは、うん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 、やっぱりまああまり言わないんですね。多分相手が怒るかなとか。あ、そうですね。こう断ったら揉めるかなとか。はい、葛藤が起きるのかな。なるほど。なんでダメなんだとか言われたら嫌だなとか。あ、なるほど。もうノーと言いなさい。ノーと言いなさい。はい。うん、ノーと言いなさいでちょうどいいぐらいなんでしょうね。うん、まあそうなんです。タイプ8にノーと言いなさいって言ったらもう大変なことになりますけど。タイプ8。もう初めからノーと言っとるわみたいな。ごめんなさい。すいません。まあそんな感じですよね。といったところで、はい、成長するために心がけること。うん、はい。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。